浦上育夫は日本の実業家。ハウス食品工業二代目代表取締役社長。ハウス食品創業者、浦上誠介の次男。長男はハウス食品グループ本社社長の浦上博史。1937年に大阪府で生まれる。1960年、関西学院大学小学部卒業。大学卒業後、ハウス食品に入社し、同年。 取締役就任。1962年よりハウス食品副社長に就任。在任時に子供も食べられる甘いカレーを提案し、後に同社のロングセラー商品になるバーモントカレーが生まれた。1966年、父の聖助の死去に伴い28歳で社長を引き継ぐ。1969年に人事でプロダクトマネージャー制度を導入し、 1971年に東京と大阪両証券取引所市場第2部に株式上場した。1984年11月、グリコ森長事件に関連してハウス食品にも脅迫状が届いた。同事件の犯行終了宣言が出された翌1985年8月12日に、前社長の母前にその報告を行うため日本航空123便に、 登場。大阪へ向かう途上にて、道ーの墜落事故に巻き込まれ、社長在任のまま47歳で死去した。同事故を共にした歌手の坂本九とは、旧知の間柄で、ドーへの登場直前にも、羽田空港のロビーで互いに会釈を交わしている。浦上の死去に伴い、公認の社長には、当時の取締役副社長で、ハウス食品脅迫事件の対策責任者でもあった。 大塚邦彦が就任。また当時放送中であったハウス世界名作劇場の商工女性らでは事故発生直後の8月18日放送分より1時期提供者なしで放送されるという措置が取られた。関西企業家列伝読売新聞読売新聞1985年8月14日記事。坂本がかつてハウス食品の CM に出演していた縁による マナセプロダクション社長、マナセ道への後実談より、ノンスポンサー期間中は、社団法人公共広告機構の CM に差し替えられた。ありがとうございます。